前回のカズクラ、なんだかあの生物館いないみたいだぞということで、しっかりと連れてくることにしてみた。と、名前はアレイちゃん。どこにいるのか探してみると、そう、全焼基地だよな。この村の近くにあるはず。本当にいた。早速連れて帰って家も作ってあげたよ。さて、今日から労働だ。逃げられない。カズクラからは、はい、どうもこんばんは、カズクラです。あ、そういえばついに始まりましたね。見て。今実はさ、写真展やっててさ、原宿よ1ヶ月ぐらいやってんだよ。しかもね、今週、日、月と、おらいます。日曜日はね、ちょっと混むかもしんないんだけど、月曜日だとね、結構、平日ってこともあり少ないと思うからね。いや、ぜひ遊びに来てください。しかもだよ。じゃじゃーんと、シラカップの、はい、新しい新作、こちらにて先行発売させていただきます。2個セットとなっております。枠とサンダーのコラボモデル。うわ、めっちゃ可愛い。サンダー手書きめっちゃ可愛い。いやー、ということで、アンノーンカフェというから、概要欄の方に、そちらね、場所のリンクとか貼り付けておきます。もしよかったら遊びに来てください。日月とオラいるからね。しかも月曜日はね、とある、そう、電気自動車でのトークショーがあるからね。18時からトークショーは。いやー、なんだか今回、東京行っちゃうから、さらに、標準語上手くなっちゃうかも。さあ、ということで、今日は、研究室にようこそ。今日は無限の骨粉を手に入れる、そんなやつを、今回は作っていこうと思っております。で、今回の装置こちらでございます。こちらそもそも、骨粉を下の方に仕込んでおりまして、そうだね、そもそもここに仕込んでいるんだけども、これ以上に、骨粉を生み出すことができるんじゃないのかと。はい、そんな淡い期待を込めております。どうなんだろうね。ちなみに、この1ピコで、どんぐらいいけるんだろう。その最大効率を調べないといけない。今日は、カズクラ研究所シリーズ。これを1個いただきまして、で、最大効率ってものを探しながら、今日はやっていくと。知的に、エレガントにやっていく。で、いくよ、みんな。いくよ。半径横2マス2マス、ここから2マスって感じ。いや、わかんねえぞ。もうちょっと行ってみっか。いくよ。おー、やっぱ2マスが限界か。えい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 、2マス限界だね、これ。どうも。さあ、そんなわけで今回のあれは、いや、ほんといいサイズ作ってるな。今回はここの骨粉もやりながら、こっちの、骨粉場に対しても骨粉を補給するという素晴らしい装置を今から作っていくと。ただ、あれが骨粉どうなんだろうね。前ちょっと増えなかったんだよね。確率の問題だと思うんだけど、ちょっと試してみるか。ちょっとなんか卵混ざってんだけど、なんか火薬とかなんか余計なもん混ざってんだけど、じゃあちょっとやっていくぞ。これ必ずいい研究結果が出るはず。では研究していきましょう。ここはカズクラ研究所。さあ、ということで、まず作り出すわ。いや、圧倒的コンポスターでございます。圧倒的コンポスターを置き、そしてさらなるコンポスターを生み出していくのである。そして土に返していくのである。こういったものをね、土に返していくのである。はい、ぽい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 。さあ、では、ここにチェストを置き、さあ、ということで早速実験開始だ。ホッパーを置き、そしてここにコンポスターを置く、そしてここにポッと置いて、ポットを置いていく。あとは、この、で、今、骨粉、OK だね。では、平均値を見るため、64骨粉を使って、どのぐらいこれ繁殖できるのかいこう。64骨粉。で、ここの雑草を生やす。そして、それを、こっちのコンポスターに入れて、肥料にすると。で、64以上を目指す。今回は、そんなお話。あれ、違う。さあ、じゃんじゃん。もうなくなったんじゃない？もうなくなっちゃった。絶対これ64骨粉ないんだけど、これ。ある？また他のこと考えないといけなくなるんだけどね。骨粉を骨から分解したくないんだけど、いや、絶対ないだろ、これ。さあ、ちょっと楽しみに待ちましょうか。もう全部使ったよね、今ので。ない。これがダメだったら、大規模な村人農園を作り、そして村人が野菜を投げ捨てるといったシステムを、はい、作らないといけないのかもしれません。あ、止まったぞ。見てみよう。64個以上だったら完全にオラの勝ちだ。みんないくつだと思う。あー、これもう1個分ぐらいやったかな。これ2つ足すともう1個分ぐらい。まあ、とりあえずいくつかな。はい、予想。51個。この中に51個分あると思う。なんかそんなない感じがする。いくよ。減ってるやないか。18個減った。勝手に骨粉がたまる骨粉場を作るためには厳しいのか。どうすればいいんだ。カズクラ。よし、今ちょっと調べたぞ。いやー、ちょっとそういえばここら辺水場が少ないなと思ってて、水場を増やす。そしてそれに伴い骨粉も増やすことができる。そんな夢のような措置。昆布あるー。ちなみに待って、この64個の昆布を使うと一体どれほどまでの骨粉を生み出すことができるんだろうか。全く想像できないよね。ちょっと今これ途中からになっちゃうけど、この64個のこの昆布でどれほど生み出すことができるのか見てみたいよね。みんな知りたいよね。あ、意外と検討してるよ。あ、意外と64個で終わった。64個が5つ。2個。ちょっと待って、2個少なすぎでしょこれ。待って、風の噂で竹が優秀かもしんないっていう。この竹は、待って、竹ちゃんと回収しな。おいーす、帰ってこい竹ちゃん。おい、ここの全てを今、ここの製造装置全てを間違えて壊してた。でもなんかここ吸わないってことは竹詰まっとるやないか。これなんで詰まっとんの。これなんでこの下どうなってんのこれ。これずっと電源入ってるからこっから詰まってるってこと。そういうこと。何やってんだろうこれ。いろいろ詰まっちゃった。直すんだけどうわ、汚っ。あ、やべ吸収されちゃった。はい、これも持ってくか。これも一応、これも一旦持ってきます。64個のこれもさあ。竹ちゃん、ジャヤさんが骨粉増やすには竹がいいみたいな迷信もあったみたいで、やっぱ無理だよね。竹分解しないんだわ。ただの廃棄物。サトウキビや、ほんなら。サトウキビいった。6つ。悪くはないよね。成長のしやすさで言うと昆布なの。どっちなのこれ。成長のしやすさで言うと昆布かもしんないし、とりあえず竹はダメっていうのがよく分かった。どっちでオラは行けばいいのかな。今竹育ってるエリアを全て改造をすることにより、より骨粉を生み出す、そんなエリアにできるのかもしんないよね。もう竹別にいらんからそっちに振るのもありかなとは思うんだけど、今とてつもなく無駄なマシンが製造されようとしてるような気もせんでもないんだけど、頑張ってみる一回。竹は建築で使うったら使うんだけど、地下施設改造が一番手っ取り早いような気がしてきた。そうするか。ここ行ってみようか。ここの施設を、でも水ないと、お前水ないとあかんねったっけ。水入れれますわ。全然入る水。ここやん。水入るやんこれ。ということで早速これ育てることに決めた。ということで竹ちゃんありがとう。今まで竹ちゃんありがとうね。うわ、これ買ったこれ。おお、タケノコ勝てんなこれ。頑張るか。横回ったな。まだこれ待って、合計4列だ。でもここ絶好調。いった。絶好調。これ待って、ちなみになんでいんの。やめてマジで。これ一切育ってないタケノコってことなんかな。光が通ってなかったってことなのかな。スーパーカズビジョンブイーン。いや、わかんないけど、なんかこれ育ってるところには10以上じゃないと育たないん。今その知った。タケノコってこの明るさ10以上じゃないと育たないんだわ。知らんかった。これ自分が悪い。片付けていきます。終わった。こんでで、ここにね、かぼちゃのやつもあったりするから、この松明とかぼちゃってやるとジャックオランタン出来上がりました。いや、これもちょっと配置しておこうか。これをこんぐらい明るくしといたらもういい感じでしょこれ。こんぐらい明るかったらサトウキビも成長したくてたまんないでしょこれ。サトウキビも思わず成長したくなるようなこの明るさ。回転ですよ。はい、よっこいしょー。さあ、ではここからさらに成長させる私は水。さあ、今から何をするのかというと、ここ入り込んだ方がいいな。おらら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 ら、ここに水を張っていくのだ。おらら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 。まあ、とりあえず次はお水で埋めていきたいなと思います。お水、お水。ええやん。よいしょ。よいしょ。こういうことね。よし、これで力いっぱいサトウキビが育てられる環境が整ってきた気がする。よし。オッケー。今、なんと、いろいろと出来上がった予定だ。さあ、そして、圧倒的な回収装置を作っていこうと思っている。さあ、それがどういう装置なのか。まずは、ここに、うわ、走り出した。うわ、これ2マスをシュルーンってきてんだ、これ。え？ん？これ今通った？え？君今ここ通った？あ、なんだあれ？え？なんだあれ？あ、ちゃんと、こう、まめに来てるんだ。よし。うんなら、もうやり方はもう簡単だな、これ。ここで、回収をするわけだけども、ここで骨粉化の儀式を行わせていただく、そういうことだな。どうするなら、ちょっと今から制作活動ですね。制作活動。骨粉を無限に作る。アレイをせっかく取ってきたのに全く無駄になってしまったという。でもアレイはいつか使おう。よし。OK だな。こちらをさらに改造していこうと思う。ポンポン。こういうことだね。こういうことだね。これも綺麗じゃない。この置き方も。汚い昔のオラの回路。こんで届くかな。こんでだろ。ほいで。今ピカってなったけどなんか、いやピカってなったけどなんかいかんかったね。あ、これちょっと遅延入れないと進まんのかもしれんわ。この遅延入れとかないと、信号としてなんか感知されないみたいな。よし、このトロッコが感知したら、他のところにも冒険に行くという、そんな、ミラクルなシステムを今から構築していこうと思います。とね、ここまで行けばいいっていうことですね。はい、よし、OK。さあ、そして、ここをこう曲がっていく。こう曲がっていい。で、これいらないね。はいはい、OK。こうこうこうおいで、こうしておいで、どっか一箇所ぐらい、こうして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 てかもう全部これでもいいぐらいだね。なんか変な引っかかり方したりするんだよね。こうしてこうしてこうしておい、こういう風にちょっと色もねちゃんと統一して、ええやん。これは用済みでしょう。もうここの装置用済み。これであとはサトウキビ育てるだけで我が資産は無限となる。こうね、今からこう育てよう。はいはい、育ててきまーす。あ、これによりちょっと待って、これバラバラに動くからこれ5分以内に今ピカって光ったよね。今あれ途切れてるやない。ここで今見たぞ。ここで途切れたよね。完全に途切れてたよね。今ここでピカってなって途切れてた気がする。今これに至っては動けてないんじゃない？そうだよね。リピーター置いたとこ多分伸ばしっぱなしみたいな感じになってる。これうわよー、このマシン。これはこれでいいのかな。気になっちゃうもん。でどこでピカーンになるかどうかでこれが変わるっていうか。よし、こうしよう。手前の方がピカってなったら行くし、こんででしょ。どう？1ピカコンかな。おジャカジャってなったよね。ちょっと一回これ動かしてみるよ。手前の1個しか動かないんだよこれ。だってしかもさ、今の見た、動かんかったよね。待って。これか。これのせいか。こうか。いくよ。ガラスで下りできないんだったっけ、そもそも。あ、できないんだ。そういえばだったわ。こうか。いくよ。ちょっと頑張れって。待って。これ一番遅延させたらいけるのか。おいった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 いきましたいきました。さあ、怒涛の勢いで、回収が進められていきます。怒涛の勢いで回収が進められて、さあどこまでいけるんだでしょうか。どこまで。さあ、じゃんじゃん回収して、はい、コーナーを曲がり、そしてオーケー。また今手前のやつが今成長したのでまた走り出しました。さあじゃんじゃん回収、じゃんじゃん回収。来てるやん、あ来てるやん。これまあちょっと信号の弱さはちょっといささか不安だけど、まあ、これもうちょっと、まあ、足してもいいかもしれんね。こことか足してもいいかもわからん。足しとくか、引いてダメなら足してみるみたいなね。こう足してあげるとこの手前のやつもね、ちゃんと信号ペッて出るしいいね。よし、では最後、はいもうすごい簡単ですねこれ。はいすごい簡単です。あとこれどうするのか、簡単以外の何物でもありません。無駄装置を、これにより私は骨粉王国を作るのだ。一応ここまで今行ってます。もういいです。これをこのまま下に行きましょうか。これちょっと待ってくださいね。このまま下でいいです。こうね、ここまで OK ね。でさっきのちょっとこれ戻してあげよう。よいしょ。さああとはこうなったら、ここにコンポスターを置きます。非常に簡単ですね。コンポスターを置いていただいて、チェストを置いていただいて、できました。これちょっと練習がてらに、今までのっていうかほとんどないけど完成したんちゃいますこれ。おおすごい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 。完成でございますねこれ。おめでとうございます。これはちゃんと成長してる。ここら辺数ビジョンで一応明るさチェックとかもしながら、サトウキビが育つ明るさみたいなのあるかもしれないから、もうちょっとね足しておこうか。これここら辺間っこもちょっと足しておこう。これいやバッチバチに育つんじゃない今で。おこれ今もまた成長してる。成長頑張ってる頑張ってる、めちゃめちゃ頑張ってるねこれ。思ったより効率いい可能性が出てきたぞこれ。思ったよりゴミ装置とは言わせない、ある程度圧倒的完成。はい、おめでとうございます勝村さん。ちゃんと成長するからねこれ。うわこれ来たわ。で今来てるけど、待って今何個分いく？ちょっと見てみよう。2個少ない。いやでも今圧倒的な成長をしようとしている。あ、これ伸びきっちゃったところはちょっとあれだな。これちょっとね。よし、今度 OK かな。うん、いいね。こういうことやね、こういうこと。うん、カチャコンって。いや、これにより我が王国は骨粉だらけになった。そんな気がする。あれ戻ってきたらちょっと何個分あるか見てみよう、これ。おお、結構10個ぐらいも拾ってきたんじゃない？なんと38。多いのかどうかよくわからんが、ないよりマシでしょ。苔で増殖させた方が良かったのかな。まあでもこれで、過去の装置がさらに生きることになり良くなったんじゃないのかなと、はい思います。いやということでこんな感じで今日は終わりたいなと思います。爆誕無駄装置、いやいいもんで、いやいいもんは出来上がったと思ってるからね、まだまだ頑張っていきたいなと思います。はい、ちょっと苔装置も考えてみますわ。苔はそんな効率いいのかな、ちょっと調べておきますわ。ということでまたお会いいたしましょう。バイバイキーン。あ今日もコメントありがとな。